はい、どうも、なぎです。それでは、なぎちゃん先生、影山さん、夜桜さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の企画は、原神、絵しりとり、こちらをやっていきましょう。出た紙絵師にタダで紙イラスト描かせるやつありがとうございます。ありがとうございます。いや、これ私はキャラを描くとは決まってないですからね。キャラじゃなくても、紙イラスト。ということで、企画の方を簡単に説明していくと、原神の単語のみで絵しりとりをやっていきます。基本的に順番に描いていって、2周ミスなく、最後の人まで単語をつなげることができたらクリアとなるゲームとなっています。最後のイラストを見て最初のイラストを描いた人が何の単語なのかを回答したら順番に絵しりとりが合っていたかを確認していきます。今回の絵しりとりでは全員のイラストが見れるわけではなく手前の人のイラストのみ見れる形です。色を使うのも禁止です。色使い禁止なの？出たね。これ結構きついんだよ、はい、黒のみです。雰囲気で伝えないといけない色には頼らず絵だけで、そして手前の人のみなのでしりとりの流れで単語を予想するとかもねちょっと難しいと思うので、そこが結構ミソになってきますね。さらに基本的なしりとりのルールとしてバとかパとか濁点があるのをハにするのは OK です。ただし逆はダメです。イとか小さい文字はそのまま、伸ばし棒に関しては直線の単語を使う形になります。なのでアンバーの場合はバかハで答えてください。お、ありがてー、例題助かります。ということで順番大事ですがどうしますか？私はどこでもいいです。野桜さん、絵心の方に自信は？なしよりなしよりなしより、いや、なしよりあんまり見たことないな。私もないな。色ないって言われたらちょっと。なぎちゃん先生、夜桜さん、影山さん、俺の自慢にしましょう。了解です。最後答えれなきゃいけないんだもんね。そうですね、最後俺のイラストを見てなぎちゃん先生が何の単語かを答えないといけないから。あー、やばい。頼むぜ、見取ってくれよ。頼むぜはこっちのセリフなんよ。早速なぎちゃん先生からお願いします。ごめんね、ちょっとマジで超うろ覚えで書きます。めっちゃハードル下げますやん。珍しい。いや、マジで何も見ないで書くっていうのは普段あんまりしないから。私はそうよね、普通しないもんね。え、でももう分かったかも。本当に嘘でしょ？多分そう。え、マジ？うん、今のところは天才おったか。あ、でもこれ、あー、もう分かった。おー、分かるか分かるか。でも、まあ、やっぱここはでもこれどれだ、安心感あるな。どれだあ、そっか。あれ、そっか。あー、待って、やめた方がいいかこれ。どれかをうまく伝えてあげてくれ。どう伝えたらいいんだろうね。確かにいきなり失敗する可能性が出てきた。しまった、人選ミス。人選ミス、こんな複数の回答がある人選あったっけ。一体何が起きてるか分かんないんだけど。今からでも人変えた方がいいかなこれ。いや、別の単語にするのもありですよ。変えてもいい？変えてもいいですか？いいですよ。失礼、爆速で書くね。まず1人5分にしましょうか。制限時間はい。かわいい。盲点だった。これならもう見なくても書ける。なるほど、わかるかな、わかるかな。わかった。え、もうこれわかったけど、でも言えない。言えない。そうね、そうね、うん、言ったらね、ここからね、私にわかっちゃう。何に繋げる、うん、そうね。うおー、これ私が見ていいのか。やば、でもこれで伝わったでしょう。かわいい。さあ、では夜桜さんお願いします。さあ、ヨザさんのイラスト初めて見る鍵山ヤクトです。ワクワク。お、まずはお椀書いて、口書いて。お、かわいいぞ。この時点でかわいいぞ。人に見られてると思うと震える。プレッシャーを当たってしまった。あ、ちょっと前髪がうろ覚えだな。お、結構愉快な感じになってきた。これはちょっと、おこれが分かんなくてもなんかこれでわかんじゃないかな。うんうんうん、間違いはなさそうだけど、せっかくなんで書いてもらいたい。あー、わかるな。やっぱ間違ってないな。めっちゃうまい。そうっすか。ちょっと後でね、気になる。お二方にもご覧になっていただきたい。なんかこんな感じの、もう完璧よ、もう完璧完璧。こんなだった気がするような。それでは影山さんお願いします。形を覚えてねえんだけど、丸書いてちょんと、丸書いて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 、そんな丸書くことある？そんな丸書くことある？丸多すぎじゃない？なんか丸しか書いてない。あ、でもね、ちょっと分かったかも。これだけじゃやっぱダメだわ。見覚えがある。この形に、あと4つぐらい書いたりしない？それ、あ、書きたい、書きたいけど、書きそうだよ、書くのめんどくせえ。
4つも書くのめんどくせえから分かりやすい V でいきたい今日この頃である。あーなんじゃなかったっけ。あうまい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 。他どんなんやったっけ。確かこあとこうこうねこうこんなやつとこんなやつ。おお、うん、特徴を捉えてる。あーうまい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 。ここの2つどんな形やったっけな、全然覚えがないから。まあ凪さんに伝わったらええか。まあ大丈夫ですよ。まあまあまあ、まあ、伝わりました。どうしようかな。何が来るんだ、怖すぎる。雰囲気で描きます。ふっふっ、こんな感じだった気がする。ふっふっ、どんなんだったっけ。もうシルエットしか覚えて、シルエットですら怪しいな。どうしよう。え、なんだ。ちょっと待って、 なんだろうそれ。やばい、あれかなって思ったものがあったけど明らかに違うフォルムしてるわこれ。どんなんだったっけな。やべ、あまりにもうろ覚えすぎる。なんだこいつは。やばい。一旦ね目が絶対違うんだよな。一旦ねひどい。やばい、ひどい。ちょっとね、モンスターを生み出してしまった。この伝え方を諦めるわ。全く違うもの書く。いくぞ。いやこれはね、ちょっと自信ある。さっきより見当がつかない。悪化した。分かったけど。で、ちょっと待ってよ。いいんだよな。え、なにその矢印、ちょっと待って。待って、矢印がついたことによって分からなくなった。矢印がついたことによって分からなくなった。オッケー。いや、うん、いや、分かる分かる。それは多分あれかなっていうのはあるんだけど。ちょっと待ってよ、あまりにも広いかも今回俺。で、人なのか。こうするわ、こうするわ、こうして。え、だとしたら多分分かったかも。まあまあ、ちょっとこんな感じで。俺はこれが限界、これが限界。分かった、じゃあ行きます。なるほど、おー、早い。なるほどが早い。これはもう勝ったな。まあ、そこは安泰だよね。分かったかも。本当に分かったかも。うん、なんかちょっとか。いやー待って、ごめん、分かった、大丈夫だよ。本当、うん、大丈夫、任せて。これだけで分かるんだ、すごいな。分かる。なんか特徴的なとこを最初に書いてくれてるから。よっしゃ、任せた。では夜桜さんお願いします。夜桜さんのイラストも楽しみよ、鍵山は。うちらまだ見れてないから。そう、あとでちょっとね、確かに見てほしい。答え合わせの時にね。うんうん、俺との落差が楽しみだな。いやでも大丈夫、なぎさん分かったよ、大丈夫。なんか夜桜選手第一投書きました。マジで、でもこれ、あ、え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 、これじゃない、もしかするとすぐ分かったかもしれない。これじゃない。違う。これじゃないんですよ。実はこれっぽい。違うんだ。これっぽいんだけど。伝えるのってむずいね。いや難しいわこれ本当。うまさよりも伝える能力が大事だからねこれね。さっきのはねもうほぼすぐ分かったから、ちょっとね、今回も。オン。右に書かれたものは分かる。あー、あ。あーすごこれ、チョイスがやば。マジですか。多分あるよな、これと、あとなんだ。そうね、そうなるよね、うん、こうなりますよね。プラスアルファ、こうなって、え、これは最初に書いたものが対象で合ってる。これはこいつ、あ、そうね、そうね、おー、え、間違いないよな。なんかチョイスがすごい。最初書いた時何択かあって、あのプラスアルファで書いてくれたのの3つ目で分かった。それでは鍵山さんお願いします。鍵山さんがね、分かりやすいからね。そうね、もうすぐハードル上げる。ちょっと私は今回で言ったらもうゲノゲ枠だから。鍵山さんうまい枠だよ今回。そんなことない、何やめろ、ハードル上げるのやめなさい。うまい枠でちゃんと凪ちゃん先生のね2番後にしますから。そんなのあったっけ。先っぽが分かる。何を書きたいのか分かるんだけど、そんなのあったっけ。こうなって、んで、こうなって、これだけじゃ絶対分からへんね。もう一つね、付け加えれば。お、なるほどね。ないからな。あ、そのプラスアルファね、すごい助かる。こう書いて、こう書いて、こう書いて。あー、分かった。あ、うまいわ。それはね、紙がうまいです。お、やったぜ。もう、あれですよ。いや、伝わりました。あ、伝わった。よかった。伝わったけどね、俺、それのね、読み方をわからない。読み方がわからない。何？正しい読み方がわからない。な、あれは多分、なんだと？多分、尻文字はわかる。割とまずいな、それ。尻文字はわかるから、多分大丈夫だと信じたい。いや、でもうまいわ。伝える能力がすごい。やったぜ。何を書くかな、あとは俺が。さあ、何が来るんだろうな。いや、書けるやつはあるんだけど、伝えれない。諸事情により伝えれない。諸事情とは？チャンネルバンされる？それ。あのね、伝える方法あるけど、
チャンネルがバンされる。やっぱりか。なんでどういうことだ。なんか毎回なぎさんのイラスト企画バンの危機にさらされてないチャンネル大丈夫、いやこれ本当に明確に絶対に伝える方法があるんだし、それを使えばめっちゃ簡単に伝えれるんだけど、うん、俺がバンされる。なるほど。さあ自分、まずそれはちょっとヒントかもしれないな。命がけすぎる。チャンネルをバンされずに伝える方法あったわ。何を考えて。書きます、書きます。そんなの原神にあったっけ。いや原神は健全なゲームです、ね何それちょっと待って、いやあれかなっていうのいるけど、健全不健全のあれがよくわからないから、健全不健全はちょっと一回忘れてほしい。オッケーオッケー、もうそれ関係ない絵ってことね。うん、あれかな、多分あれだな。でもまだ何か書いている。でまあまあ多分伝わったはず、多分伝わったはず。うん、いやわかる。もうこれだけで完結、これで完結、これで完結。じゃあ分かったよ。じゃあ分かったよ。大丈夫。逆に最初何書こうとしてたんだ。あのね、これが別のものだった。これが別のものだった。え、どういうこと？まあまあちょっとまあ後々伝えるわ。え、やばい、なんか分かんなくなった。じゃあちょっと待って、心配になってきた。そんななんかセンシティブなものを書く可能性があった、どういうことだ？大丈夫、この動画投稿される？OK です OK です。じゃあまずは俺の単語正解できるかどうかで、なぎちゃん先生お願いします。なぎさんが最後に書いたのはリネだと思います。正解です。いいね、おはい、リネに伝わってるってことは私の絵は合ってるわ。え、マジ何書こうとしたんだ、全然わかんない。いや最初にリネが思いついたんだけど、手に弓を持たせるっていう発想がなくて、男か女か、あのリネとリネットをどうやって区別させようかっていう問題が生じたのね。あー、はい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 、はい、それを伝える方法が最初男か女かしかないと思ってたから、うん、あ、そう、あ、そう、なるほど、理解しました。ここでね、最後正解したら終わりじゃないですから、全員通した上で、そうね、答えますよね。うん、クリアなんで、じゃあまずは、はい、なぎちゃん先生からお願いします。私最初の単語がアだったので、はい、アンバちゃんを書きました。あ、素晴らしい。おー、報酬はいくらですか、いいねで買おう。で最初あのヨザちゃんと、そうそうそう、あ、やばいやばいって言ってたのが、もともと書いてたのがこれだったんですよ。あ、お父様これアルレキーノ。そう、あーだから、うん、読み方がね、そう、レッツマイかアルレキーノかどっちだろうと思って、そう、それで、あ、まずいってなってなるほどね。そうそうそう、それで急いでちょっとアンバーちゃんに変えました。いやー、ありがてー、かわいい、ますますありがてー。そしてバカラさんが繋いだのが、おお、あら、これはわかる。いや、うまい。そう、アンバーちゃんからのバーバラちゃんです。おー、素晴らしいつなぎ。めっちゃうまい。本当ですか。すげえ。かわいい。やったー、嬉しい。特徴捉えてる。人に見られながらめっちゃ緊張した。もしかして絵下手枠俺だけ？いや、私もやから気にしないで。いや、なぎさんの絵も面白かったから。おい、面白かった、やめて、面白かった。面白かったやろ。ということで、じゃあバーバラですね。そのラから影山さんが書いたのが、これなんだ。なんてわかりやすい。はい、最初ね、チョココロネ2つ書いた時は終わったと思いましたが、そうなるかこのティーカップの傾いてる感じとかね、特徴捉えてる。杯と冠分かりやすいね、やっぱり。じゃあ来賓の要求をうからですね、はい、私が書いたのがこちらです。伝わりますか、影山さんと江桜さんに。なんこれ俺の方の落書き。あ、分かった、分かったわ。なんか下手もんまやわ、モンスター生まれてるわ。そういうことね。はい、ということで、はいはい、俺が書いたのがウェンティですね。いや、分かる分かる分かるんだけど、下で分かったわ、下で。全然、あー、でも、なるほど、あ、なるほど、やめて、なるほど。怪しい、伝わってなかったこれ多分最初書いてたのさ、うさぎ伯爵だったのかな。嘘、うさぎ伯爵は書こうと思ったんだけど、なんで、うさぎ伯爵がね、何も出てこなかった。許せねえよな、バカな。腕渡してうさぎ伯爵を書いてもらうっていう、ここまでの完璧な計画が。いやマジで書きたかったけど、うさぎ伯爵の目から上が何も出てこなかった。目から上がフロスして、ゴーグルつけて耳生やすね。あ、そうだ、ゴーグルだ。なんかあったと思う、なんか抜けてると思ったんだよな。普段見てないとでも出てこないのは分かる。もう次の渚の動画で伯爵投げまくってあげるから覚えて。いいですね。いいで回ってできて、私が書いたのはイアンサちゃん。おー、伝わった、超伝わったよ、ナタネタ、素晴らしい。これは分かりやすいし可愛い、うん、分かるから、でも本当
当にちょっとまだ実装されてないのもあってそんなちゃんと見れてなかったから。でも目が釣り目で鼻になんかあって、うん、で頭にドクロがあるっていうのだけでも分かった、うん、あ、よかった、うん、ちょっとそこしか覚えてなかったな私も。もうドクロあったらもう完璧よ。いやもうすぐ分かったよ。いやね、今をときめくナタでね攻めてくる、さすが。ではそんなさから夜桜さんが描いたのがえ、めっちゃ可愛い。この左上はちょっと書き足したんですけど後で。可愛いんだけどさ、ヤクラさん一個聞いていい？はい。チョイスニッチすぎない？一番最初にパッて浮かんだこれで。そう、最初ね、うんうんうん、北西かと思ってタケノコの頭のね、うんうん、で次タケノコかと思ったけどあの蛇と太陽書かれてあ、砂漠のあれねっていう特産品のね。そう、絶対タケノコにしか足らんと思って、で砂漠要素をこう広げようっていう感じですね。サシオって読むんだ。サシオ読み方知らなかったわ。あ、確かに、そっか、危なかった。次がナギさんだったらまずかった。俺だったらということで影山さんが書いたのがこちら、デキデン。わかりやすい、かわいい、はい、チオリの武器だね。そう、チオリの持ち武器なんだけど、チオリお姉さんを描くのがちょっとめんどくさかったって言ったらあれなんですけども、まあ、たもとの方が描きやすかったんで、たもとを描いたと。え、たもとマジうまい。たもとかわいすぎない？ちなみに凪さん、これね、ウラク見すぎりって言うんですよ。ウラク見すぎか。ウラクは知ってたんだけど、見すぎりって読むのを知らなかった。ずっとウラクウラクって言ってるから。あ、そうかそうか。あるある。でもさすがにこれでギリかキリだと思ったから、お見事でございます。あざす。ということで最後に俺が書いたのがこちらですね、リネです。なんかもう一回見ても笑うんやけど。リネです。いやでもシルクハットあるし、これ左手はあれカード持ってる？はい、カードを持って、リネを持ってます。最初シルクハットカードしか思いつかなくて、シルクハットカードリネとリネットどっちも持ってるよなと思って、やばい、違いが男か女かしかない、どうしよう。リネットはさ、まだ耳と尻尾とかあるから、そこでね書き分けもできるから一応。そんな細かい違いも俺が書けると思うなよ。はい、ということでくなぎちゃん先生からスタートして俺まで2周全員きっちり繋がってました。いや、素晴らしい、うん、素晴らしい、見事。結構ね、むずいんだけどね、これ。見て書けないから、マジで、うろ覚えやすい。そう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 。どうでした？実際やってみて。いやー、楽しかった。ヨザさん、めちゃんこうまいね。そうやばい。うまい、マジでうまかった。バーバラやばかった。うん、そう、めっちゃんこがよかった。刺しようもわかりやすかったし。調子乗っちゃう。うん、やばい。おかしい、俺夜桜さん、うん、夜桜さんの絵心を知らなかったから、うん、今回はちょっと俺と同じ枠で読んだつもりだった。ひどい。先に行っちゃいますね。いや、ちょっと俺だけ今回俺だけ置いていかれてた。相変わらずなぎちゃん先生のイラストもね、やばい。いや、そう、後でアンバーちゃんの、はい、画像ください。いいねで買います。イアンサ先行イラストも見れて嬉しかった。そうね、イアンサちゃんね、もうちょっとちゃんと描きたいかも。なぎちゃん先生の本イラストのイアンサも楽しみにしてます。ありがとうございます、頑張ります。待ってます。楽しみだ。はい、ということで今回の企画面白かった人はいつも高評価2000を目標に動画を作っているので、高評価の方よろしくお願いします。お願いします。そして今回遊びに来ていただいたなぎちゃん先生、鍵山さん、夜桜さんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、そちらから皆さんのチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。